はい、今日はイギリスのエジンバラ郊外タンタロン城というところに来ておりますけれども、えー、このですねタンタロン城城の入り口からバス停まで何もない道を10分歩くということでイギリス編のぼやきをですね、えー、ドイツ編に続き、えー、ぼやいていきたいと思います、えー、ちなみに見ての通りこの何もない偏僻な道そして霧 えー、本当に、本当にもう写真撮るとかもないので、この10分間はですね、皆さんのイギリスの物価高、えー、円安事情について、えー、語りながらお送りしたいと思います、えー。昨日サブウェイで食べました。サブウェイね、えー、もう庶民の味方のサブウェイのはずですけれども、サブウェイのサンドイッチハーフサイズツナ、1200円です。 <laughs> サブウェイの半分のサンドイッチしかもチキンとか入ってるんじゃなくてツナが1200円ですからね、えー、だいたい6ポンドですかね、えー、今だいたいですね1ポンドが200円なんですよもう本当にそのちょっと前まで160円とかだったんじゃないのかな2年前とか160円とかだった気がするんですけど だもうそれだけでも上がってるけれども、値段もそのものも上がってるということで、えー、かなりですね、上がっております。サブイのサンドイッチが1200円、えー。そして、マックの朝マックのセット。いやーなんか腹減ったなと思って、朝マックのセットですね。ハッシュポテトとソーセージマフィンとドリンク。800円です。800円。日本の2倍くらいじゃないですかね。 えー、それからイギリスヨークで食べたパスタパスタがですね3,000円ぐらいかなもうちょっとしたかもう,もう本当にでしかもねこれ何が問題かってレストラン入っちゃった時にまだそのサブウェイとか、まあ、サブウェイとかもそうなんですけど、まあ、特に普通のレストラン入っちゃうとすごい問題なのが、えー、レストランに入ると。 まあ飲み物欲しいじゃないですか当然日本みたいに水がタダで出てくるわけじゃないので水頼んだら800円なんですよ 500ml の普通のミネラルウォーターとか頼んだら800円ですよなんかちっちゃい 330ml みたいなの頼んでも600円ですよだからもう食べ物だけ頼んでも3000円とかするので最低最低3000円ぐらいですよ15ポンドぐらい、まあ、安くてまあ10ポンドの料理とかあんまりないんじゃないかな 123ポンドだから13ポンドぐらいでもう2600円とかですからまあそんな感じなんですけれどもだからそのそメインメインを頼んでもメインというか安いメインを頼んでも3000円ぐらいするのに <laughs> 水頼んだら800円するわけですよ。まあ、もちろん水じゃなくてねその、まあ、コーラとかビールとか頼んだらもっとするわけですよ。 <laughs> だから、普通に昼にパスタと水頼んだだけで、やっぱ3000円、4000円ぐらいするわけですよね。だって <laughs>、サラダも頼みたいな、みたいに思いましたけど、サラダがですね、ちっちゃいサラダみたいなのが6ユーロ、1200円。 でなんか多分2人前ぐらいあるようなでっかいなんかシェアするようなサラダはもう普通に2600円とかサラダが2600円とかもけわかんないですよねえちなみになんかあの駅の売店とかでなんかサラダでご飯みたいなそのサラダボールみたいなの売ってますけれどもあのそういうのでもですね、えー、2600円13ポンドとかします。 <laughs> もう、もういやもう、わ、わ、私はね、旅行で数日いるだけですからなんとかなりますけど、日本人で、円で稼いでたらちょっと厳しいんじゃないですかね。いやもう本当にね、物価高と円安すさまじいですよ。皆さんに今ね、ヨーロッパ行くことはおすすめしません。めっちゃ高くつきますから。<laughs> 水、水、水もね、だから、その、 あれなんですよ、スーパーに行って、スーパーが結構あちこちあって、エジンバラとかよく、テスコっていうですね、なんか安いスーパーが街中にも結構あって、それで水のすごい最安値を見つけたら、えー、60セントですかね。1ポンドの、まあ、半分にも見たら、半分ちょいぐらいの。だから、120円ぐらいかな。 それが最安値か、でもそれは本当にスーパーに行って一番最安値の水がそのぐらいで、えー、要は、なんていうの普通に駅の売店とかで水買ったら、もう400円とかしますからね <laughs>。もう空港の、空港で絶対水とか買っちゃダメです。もう空港ひどいです。空港とか多分1000円ぐらいするんじゃないですかね、普通のミネラルとーが。 まあそんなわけですねとにかく凄まじい物価高と円安ということでしかしこの円安っていうのもおかしいだかファーストフード <laughs> ファーストフードとかであのーバーガーキングとかマクドナルドとかあるんですけど、えー、そういうところで食べてもまあ、1600円1800円ぐらいはします。でも ど,どう考えてもやっぱりおかしいと思うんですよやっぱそのおかしいっていうのはそのおかしいっていうのは何ていうかそのなんで同じハンバーガーなのに日本で800円ぐらいで食べれるものが1,600円するんだみたいなんであ例えばかつてそのねいやその日本からその後進国に行ってねなんかその何ですか。 発展途上国に行っても汚いし、道も整備されてないし、まだまだ発展途上で、まあそこでまだ安いっていうのはわかりますけど、日本はめちゃめちゃ綺麗ですし、サービスもいいですし、めちゃめちゃ働いてこんだけ安いっていうのはね、ちょっとおかしいですよねっていう。<laughs> いや、もう本当にあの、日本の金融政策や経済政策の失敗じゃないかと思うわけですけれども、まあ円安なんてね、海外旅行に行かなければ関係ないと思いがちですけれども、まあ例えばね、あの、 原油を買うのも食料を買うのも、まあ、輸入にかなり日本は頼ってますので、えー、まあそういうもの全部、ね、あのその分円安の分金がかかるということでございます、まあ、そんなわけで、まあ、イギリスは特に高いですけど、まあ、ドイツも結構高かったですけどイギリスは特に高いですよね、えー、というわけで、えー、タンタロン城入り口まで着きましたので、えー、またですね、えー、このような ぼやきをお送りしたいと思います。